こんにちは、こんばんは、こうです。いつもご視聴していただきありがとうございます。キリンが来るに関連して備中高松城跡に行ってきました。場所的にも岡山駅からですと JR 吉備線に乗って備中高松駅下車徒歩10分のところにありますし、高速道路岡山総社インターチェンジを降りて割と近いところにあります。国指定史跡高松城跡です。岡山県には国指定重要文化財の備中松山城っていう天守が現存する唯一の山城があるので、ちょっと間違いやすいんですけど、ここは羽柴秀吉、黒田官兵衛らが水攻めをした備中高松城です。で、全国制覇を進めていた織田信長は中国地方担当に羽柴秀吉を当てていたんですね。立ちはだかるのは毛利氏、西に吉川元春、南に小早川高景、そして東には織田軍、羽柴秀吉、黒田官兵衛ら、北には毛利方だった武田家も秀吉側についてるんですね。備中高松城を取り囲むようにして壮大な戦が繰り広げられていたんですね。秀吉軍は次々と毛利の砦である城を攻め落としていきます。しかしここ高松城だけはなかなか攻めあぐねていたんですね。天正10年1582年5月、秀吉率いる3万の軍勢は高松城を取り囲み、黒田官兵衛の提案により水攻めに取り掛かります。約 2.7 キロの堤防を築き、足盛川の水を引き入れ、この年の豪雨も重なり高松城を湖の湖上にしたのであります。毛利側が手を出せないでいる中、6月2日本能寺の変で織田信長が家臣明智光秀により殺害されます。翌6月3日毛利方に向かう光秀の使者を捕まえて信長の死を知った秀吉はこのことを隠してここ高松城主清水宗春の切腹を主張して講和を結ぶように説いた。6月4日清水宗春は湖上に船を浮かべて自陣し、織田方と毛利方の和睦が成立。浮世馬今こそ渡れ物の不能、名を高松の苔に残して、ここは首塚ですね。清水宗春の切腹の後、秀吉が家臣に供養塔を作らせ、当初は山の方にあったんですけど明治になって本丸に移されたみたいです。秀吉は清水宗春の死を見届けるんですね。切腹という武士の死に方は決して名誉あるものではなかったんですね。しかし清水宗春をターニングポイントとして武士の名誉ある死に方として
認識されてきました。部下路線の命が助かるなら切腹に応ずる。秀吉も感極まる武将清水宗春という武士の鏡を県民として誇りに思います。ここが、清水宗春が切腹した場所、義人の地とされております。浮世馬今こそ渡れ物の不能、名を高松の苔に残して、秀吉の用意した小舟に乗り込んで、舞を舞った後に、先ほどの句を読んで、自分の人生いつ幕を閉じるのか、最後まで、毛利家主君に忠実で家臣を思いやる気持ちが現れています。後世にその思いはしっかり伝わっています。清水宗春の切腹を前に、家臣の二人が、私たちもお供すると二人で刺し違えた場所が高野部っていう場所として残っております。清水宗春の死を見届けた後、秀吉らは主君の敵明智光秀を討つために、ここ備中高松城から京都山崎に向けて約230キロ、10日余りで帰った。これはまあ中国大返しですが、まだまだ謎が多いです。まだこの近くにはね、高松稲荷、吉備神社など見るところがたくさんありますので、コロナ収束後はぜひね、来てみて、歴史の謎を解明していくのも面白いかと思います。本日もご視聴していただきありがとうございました。それではまた。バイバイ。